今回は牢を解放したあいつの目的がソードの目的と重なることに気づいた読者の反応集を紹介します。そもそも牢を助けない、百獣でスパイするために怪しい動きしたらダメだろうからわかる。牢を助けてホーキンスを殺す、牢を逃がしたことがバレないようにしたいだろうからわかる。牢を助けてホーキンスはそのまま、なんで？そもそもなぜ牢を助けたかが明らかになってないからな。なんで百獣スパイやってたかも謎だからな。早く会話しろマジで。ここ牢がホーキンス殺そうとしてたらどうするつもりだったんだろう。姿現すわけにいかないだろうし見殺しだよな。というかホーキンスを牢が殺して逃げましたって言えば一番スムーズだったはずなんだよな。自分が殺したとしても、怪しまれてるのは分かってたんだからホーキンスを殺すわ牢を助けるタイミングをずらすじゃないとダメだったんでは。これ怪しまれてたっていうか単に見るからに挙動不審でどしたん何かあった、って心配されてるんじゃないのか。後から思い返したら怪しいことには変わりないけどな。てか占いでバレる可能性だいぶあるんだから殺さんまでも再起不能にはしないとダメだろって思ってしまう。ホーキンスもお前しか考えられないと思ってたって言ってたからな。なぜこんなリスキーな行動を取ったのか。逃がすなら逃がすで拘束解くだけじゃなく、少なくとも建物から出すくらいまでやるべきだったのでは。ホーキンスがライフ残ってたとかで反撃してロートのガチ戦闘始まったらどうすんだよ。スパイとしてチューブラリンな動きしてるんだよな。一年頑張らなかったみたいなのになんでだ。ロウを逃がすのは打倒カイドウの可能性を上げるため。ドレイクがここでロウを逃したことが鬼ヶ島での決戦で勝てた要因の一つに繋がったのは間違いない。ロウがいなかったら勝てたか怪しい。ここら辺や討ち入りの時の動き見る限りドレイク基本的には殺ししないのかな。って思ったりするけど網笠村の剣が立ちはだかる。ロウが人殺し好まない性格だからこうなったけど、そうじゃなかったらロウがホーキンス殺してても何もおかしくないし。ドレイクがローの性格を把握してない限り、そうなるかもしれないの分かっててやったのでは。監視がいたことを横に置いといてもホーキンス殺さない理由はないように思える。ホーキンスに同情的だった状況的に自分が疑われる可能性が高い。ドレイクが殺さなかった理由としてはこの二つ考えられるかな。一つ目は鬼ヶ島の戦いの最中に不本意に百獣入りしたのを指摘して裏切りを促してたくらいだから。ドレイクとしてはホーキンスには無事に逃げて欲しかったのかもしれない。二つ目はローがホーキンス殺さなかった以上とどめ刺したのが一緒にいた自分が疑われると考えてあえて生かしたって感じ。ローを逃がす前にホーキンスに疑われてるくらいだからどうだろうな。多分裏切り促したのはそういう疑いの目をつぶす意味もあったんじゃないか。ホーキンスに拒否されたけど、あそこで受け入れたらローがなぜ逃げたのかうやむやになってただろうし。裏切るなら今だぞ裏切ると言ってくれ俺が怪しまれるんだ、舐めるな。ホーキンスに同情的だったならローがホーキンス殺す可能性あったのになんで勝ち合わせたのか。疑われたくなかったならそもそもなんでローとホーキンス勝ち合わせたのかってなってくるな。ホーキンスもホーキンスでローを逃したのはドレイクって言わなかったしみんな何がしたいのいまいちわからんな。ドレイクの裏切りの可能性は一応上に報告してたが後の判断はそっち任せて保留してた。ホーキンスのマッチポンプでドレイクホーキンスより立場が上をはめようとしてルを疑われる可能性も否めなかったので黙ってた。下手に口出しして濡れ衣でドレイクの共犯判定とか被りたくなかったとか、実際のとこわからないけど。ホーキンスが占ったら裏取り一発なんだろうけど、それはそれとしてホーキンスより上の立場の連中が占いの精度認めてるかはまた別の問題だし。不本意に百獣入りしたホーキンスを味方にしたいのかなって思ったことはあるが心折られてるホーキンスが味方になる確率低いだろうし。断られたら結局そこで戦闘発生するし、ドレイクの思考がわからない。ローもホーキンスも見逃してるから一貫性ないんだ、なんで。なぜかホーキンスがすぐチクらなかったのも含めてなぞ。仮にホーキンスが逃げてええ裏切りてええって思ってたとしても幹部である飛び六方の一人に。裏切るなら今だぞって言われて乗るわけなくない。乗るわけないこともドレイクがわかってないわけなくない。ほんとホーキンスからしたら舐めるなだな。ほぼドレイクが逃がしたと知っていながらお前がという皮肉いよな。切り口とか殺し方でバレる可能性を考慮したとか、そもそももっと穏便に逃がすつもりだったのに急にホーキンスが来たから予定外の戦闘になったのかもしれない。ローとホーキンスが戦ったのがドレイクにとって想定外だったと考えたら一応筋通るか。そのホーキンスも 1% 言いに行ってるし北の海の男は何考えてるのか教えてくれ。ホーキンスはドレイクがロー逃したことに感づいてるんだから自分がボコられる原因になった奴の言うこと聞きたくないよな。それならホーキンスも誰かに密告すればいいと思うけどそういう描写がないの謎なんだよな。密告自体はしてる見張りイコールホーキンスの可能性はあるけどローを逃がしたのはお前しか考えられないと思ってたって言ってるから微妙なんだよな。ローを逃がした後ローと合流してないのも謎。駒買いでしてんのかな。ドレイク自身の目的はわからんままだけど、カイドウ側が負ける方が好都合とは言ってるから。ほぼないとは思いつつも不本意に百獣に入ったホーキンスが百獣サイドから寝返る可能性に欠けたのかも。
ルフィに共闘宣言したのも可能性に欠けたんだろうし、二人っきりのタイミングでホーキンスに裏切り促すって周りに聞かれちゃまずいって思ってそうだしな。ドレイクにとっては本気の提案だったんだろう。裏切るなら今ではわよくば戦力補強はソードが特攻隊兼ねてるのを考えればありえるか。ホーキンスの体つけたの誰だドレイクか。密告自体はパオファンがやったことにアニワンではなってたし、原作では密告者がはっきり語られてないけど、ホーキンスはなんとなく性格的に密告しないのではと思う。ホーキンスが報告上げてても別に矛盾はしない描写ではあると思う。少なくともホーキンスも報告してないとは言えない。この辺今後そういうことだったのかってなるのか、結局あれなんだったんだろうな、ってならんか。ホーキンスが生きてるかつドレイクがローと合流すればもしかしたら、最終章巻いてるからちょっと望み薄いが、ソードが掘り下げられる流れは来てるからドレイク視点もいずれ描写されるんじゃないかな。本編と関わりがありすぎて SBS で掘り下げられる問題でもない。少なくともアミガサ村は掘り下げないといけないだろうしな。アスワードとの関わりの程度は謎だけど、ほんま謎だらけやなドレイク。落ちっぱなしだったホーキンスの株をたった数個まで跳ね上がらせたオダッチを信じよう。やっと SBS かな、送ってるけど未だに。送ってる人いるのかありがてえ。でも採用はされてないのか本編、期待。まあこれから情報出てくる立ち位置だもんなドレイク。現状だと材料少なすぎて推測にも限界がある。再登場の前に謎が増える男ドレイク。ここのローのセリフ、お前の陰謀が指す相手がドレイクじゃなくて第三者赤犬とか戦国とか青キジとかって説は見たことある。ドレイクはあくまでそれに従ってるだけみたいな。独り言ってこと？ローはドレイクが海兵ってこと知らなくない。ドレイクが持ってる電電無視返して第三者と話してる的なそんな感じ。クイーンがドレイクのどこのスパイか分かってなかったんで、おそらく誰かと通信はしてないと思う。してたら監視にバッチリ報告されてる。お人よしでロー逃がして道場でホーキンス殺せず、もしかしたらに期待して裏切るなら今って言ったんだったら、おいスパイやめろお前になってしまう。せっかくソードが登場してるのに肝心の隊長がいないという。あなたは今どこにいるんですか。ドレイクの掘り下げ方は多分ロビンタイプだよな。登場した章で活躍させつつ謎を何個か残して別の章で回収する。問題は別の章がいつ来るかということ。様子がおかしくなった理由もわからないんだよな。 CP0 を見かけたことだとしたら、それがローを逃がす理由にどう繋がるんだかさっぱりだし、ローが捕まって困るなら最初からそれとなくホーキンスを妨害すればこんなリスクの高いことしなくて済んだんじゃない。ローと自分が取り違えられたから海軍に入れたことを知ってて動揺したと思ったけど、そんなメンタルじゃスパイやれないもんな。このまま説明がなければ父の仇のドフラミンゴを倒してくれたうちの一人だから助けたのかと思ってる。ドフラミンゴを倒した記事に載ってたの同盟二人だったし、ただそれだけだとそこまでうまくスパイやれてたんだから、逃がすにしてももっと危なげないやり方しそうなものだけどな。ていうかこれをそのままローを逃がした理由だと言い張ってはダメだったのか。父親がドフラミンゴに殺された話は以前110モブ相手にしてたから知られても困らない。親の仇を討った人間に思うところがあって逃がしてしまったとか言えば許されるかどうかはともかくもっともらしく聞こえるし、スパイだとバレるよりマシなのに。